大家好，我是猫眼三兄弟的老大，我叫子旭。アジアスーパーヤングに参加するために中国にやってきました。今回この Vlog では僕が中国に来てからの日常を紹介したいと思います。今からタクシーで移動しますでいいのかな。タクシーで会社に。せーの。今からタクシーだ。移動します。今からタクシーで会社に向かいます。かぶってる。練習が終わって、ショッピングにやってきました。今から買い物に行っていきたいと思います。我想买文具。今日はショッピングモールに文房具を買いに来ました。中国語を勉強するのに文房具が必要だなと思って、これからちょっとどんな文房具が必要か選んで買っていきたいと思います。ホテルに帰ったら、中国語の勉強をしています。中国語の勉強を始めたのはアジアスーパーヤングに出ることが決まってからなので、まだまだちょっと勉強が足りてないんですが、こっちに来てからよりこう多くの練習生の方だったりスタッフの方だったり、あとはこれからもっともっと増えるだろうファンの方々とたくさんお話ができるようにもっと頑張っていこうと思って、最近は中国語の勉強を頑張っています。で、最近覚えた中国語は、洗手間と、洗澡、お風呂、と、左边、右边、前面、後面。あとは、我想吃、食べたい。好吃、好喝。あとなんだろう。あ、最近苦戦している発音は、暑い。好、とっても暑いが、好熱、好熱。合ってますかね？この発音がすごく難しいです。なんか、舌の使い方とか、口の使い方が、熱、熱。好月、好月、合ってるかな？それが難しいです。でも、あと、もうちょっとしたら完璧に発音できるように頑張ろうと思います。以上、僕が中国に来てからの Vlog でした。ボフェイ、加油！バイバイ。